いらしたようです。無事か、みんな。ああここの空気には一向に馴染めねえけどな。そっか、お待ちしておりました。ようこそ春日一番さん。お招きいただきありがとうよ。あんたには聞きてえことがあんだ。こちらもあなた方にお聞きしたいことがある。それはもうご存知ですね。茜さんのことか。それはこっちも同じだ。結構、ここは騒がしい。どうぞ奥でゆっくり語り合おうじゃありませんか。上等な酒を用意させます。ここを楽しむ時間もなしか。一応俺たちは客として来てんだけどな。申し訳ありません。ですが私の1分は高いですよ。それこそここでジャックポットを当てるくらいの価値はあるかと。行ってみただけだよ。ああ行こうぜ。どうぞ。こりゃ、これが涅槃騎士の頑丈のボスのアジト。質素ってレベルじゃねえぞ。あんたの同業のバラクーダのとこにもお邪魔したんだけどよ、あっちのボスは分かりやすいマフィアのアジトって感じだった。あんたは随分とつつましやかなんだな。私も昔はね、死に物狂いで金を稼いでひたすら高いもので身を固めることに躍起になっていました。でもね、ある時分かってしまったんです。は？もう私はいついかなる時でも金で買えるものは手に入れることができる。そう確信していれば実際に手元に物があるかないかなんてどうでもいいんですよ。手元にあるのは本当に必要なものだけでいい。私の場合、このデスクと椅子とパソコンです。表でサイコロの出目やらトランプの数に一喜一憂してる連中なぞ、そのことがまるで分かっていない。お客様は神様ですとまだ言わねえまでも、見下すのはいただけねえな。少々喋りすぎました。こういう話ができる相手がなかなかいないもので。さて本題といきましょう。春日一番さん、あなたはパレカナの養護施設で所長を務めていた茜という女性のご子息である。間違いありませんね。間違いないのかは正直わかんねえんだけどな。まあ多分そうだ。我々は茜さんを探している。彼女の居場所をご存知でしたら教えていただきたい。当然お礼は差し上げます。あいにく知らねえんで。ま知ってても教えねえけどな。その言葉が本当かどうか試してみるとしましょう。给他留张嘴说话，除了春日都杀了，不二宫的女儿也是。啊？なんつった？聞くまでもねえって。みんな気合い入れろよ！
いつでもどうぞ。あの構え、まるで付け入る隙がねえ。闇雲に攻撃するだけじゃ避けられちまう。可要让我尽兴一点。いつでもどうぞ。小動手吗？可以。相手してやる。受けてみな。行くぜ。見くびっていたようだ。
つくぜ。放電準備。とったと終わらせる。ちょっと休憩。ほら来いよ。終了。きっちりな。調子出てきたぞ。使え。ありがとよ。すっきりしたぜ。調子がいいぜ。ほらよ。しびれる。俺の番か。しびれる。ぶちかまった。やんのかい。寝てろ。相手にならねえな。まだ強くなれるとはな。また強くなっちまった。これが俺の真骨頂よ。バカな。何なんだお前らは。どうやら見込み違いだったみてえだな。これでやっと落ち着いて話せるな。あんたに聞きたいことがあるんだ。アカネさんを追いかけてる訳を聞かせてくれ。彼女を見つけたらどうする気だ。それと俺が彼女の息子だって話は誰から聞いた。質問を絞ったらどうだ。好きなのから答えな。全部聞かせてもらう。もう頼れる部下は残ってねえんだろ。まだワン父さんって言ったよな。あんたが頑丈のボスってことでいいのかな。総帥だ。そうかい。そりゃ悪かったよ。で総帥のワン父さん、あんたが茜さんを手下に探させてる理由は。あの人養護施設の優しい所長さんだぜ。あんたらみてえなのと何の接点がある。俺が聞いてるうちに答えた方がいいと思うけどな。桐生さんは俺ほど優しくねえぞ。あんたが案外手強かったんで少し疲れちゃいるがな。それでも安心してくれ。あんたが気持ちよく喋れるように全力でサポートしている。俺はできたらもうあんたを殴りたくねえんだ。あんたの部下たちも見てるしな。こんなとこで泣かせたり悲鳴上げさせたりすんのはいくらなんでもひどすぎる。恥はかかせたくねえ。ばあさんを探しているのは頼まれたからだ。どうせバラクーダも同じ理由で探している。何しろオーナーの案件だからな。オーナー？何言ってんだよ。ここのオーナーはお前だろ。私が言っているのは涅槃騎士なんてちんけなオーナーのことじゃない。ハワイのオーナーのことだ。ハワイのオーナー。我々ガンジョーやバラクーダは表向き競合組織とされているが、実際はオーナーがそれぞれ支配する支部に過ぎない。オーナーとはまさにハワイの裏社会の所有者なのだ。
アカネとかいうばあさんはオーナーの宝を盗んで逃げている。そいつを取り戻してやれば一つ貸しを作ることができる。オーナーは借りたもんを何倍にもして返してくれる。なんだそれ。统帅，我认为老板绝对不会希望听到您再多说一个字。啊，おい、座れ。老板会成倍给您的，可不只是帮他干活的报酬，背叛时需要付出的代价也是翻倍的。你小子，难道是老板那边的奸细？你已经背叛了的事，很快就会传到老板手下的耳朵里。接下来，就由我来举火为号吧。举火？什么意思？おい、俺らにも分かる言葉で話せ。誓死效忠！誓死效忠！誓死！ここ、やっぱり高いフロアだったよな。何が起きたんだよ、今。あいつは何したんだ。どういうことだよ。おい、さっき中国語であいつなんて言ってたんだ。私のオーナーへの裏切りはすぐに知れ渡ると。飛び降りたのはオーナーからの監視役だったってことか。他には。のろしをあげると言っていた。そして外へ。のろし？じゃあさっきの飛び降りが裏切りを知らせる合図。息子が危ない。私の息子が。何？快联系我儿子在的那个房间，让人守好，谁也别放出来。そいつらの手をほどけ。息子に護衛を向かわせる。は、でも。よくわかるねえが言う通りにしてやってくれ。緊急事態らしい。桐生さんがそれなら。息子の部屋に行かせてくれ。ペントハウスにいる。ここの最上階だ。分かった。でも逃がさねえぞ。俺らもついていく。ならこっちだ。早く。
悪くないかも。いけるいける。うん、悪くないかも。あんたの息子っていくつだ？まだ6歳だ。母親は出て行った。シッターをつけている。6歳か。思ったより小さいな。你们是？其实您根本不用着急，统帅。因为令郎现在已经不在这个房间里了，那个女的也是我们的人，在遇见您之前一直就是了。遅かった。息子はもう連れ出されている。じゃあやっぱりこいつらも。そうだ。オーナーの手先だった。もう誰も信用できん。明明是你背叛在先吧，这种行为可是罪该万死。我宰了你！后悔するなよ。私の出番ね。去哪儿了？你又对他做什么？比起你儿子，还是先担心一下你自己吧。你说什么？我会让你儿子死在你的眼前，然后再杀了你。所以你儿子现在没事的。放心啦。混蛋，居然这样和我说话，你怎么敢？息子さんはどこに連れて行かれたんだ？わからん。だが今はまずここを離れなければ。頼む、私をここから逃がしてくれ。そしたら何でも話す。もう誰が信用できるのか今は判断できない。桐生さん、
このホテルから出た方が良さそうです。行きましょう。とにかく安全な場所を見つけねえと。今の奴は味方なんじゃねえか。さあな、見分けられん。とにかく構ってる暇はない。 Wang Tou's left the hotel with Kasuga and his crew. They're heading south. So make sure you tell the cops they went north. Got it. Over here! Someone just fell out the window! Come quick! I've never seen anything like this!もしもし、あ、エイちゃん。春日さん、ネットでニュースになってますよ。何があったんです？涅槃岸の上のフロアからホテルの人が投げ落とされたって。春日、悪い。エイちゃん、後でかけ直す。警官が戻ってくぞ。これってどういうこと？この先ここで起きることを警察は見てなかったって言いたいんだ。くそ、こいつらみんなオーナーのスパイだったのか。なあ、あんたいくらなんでも人望なさすぎじゃねえか。違う、私は騙されていたんだ。まさかこんなことが。騙されすぎだろ。うるさい。そこまでだ。大丈夫だ、俺たちなら切り抜けられる。ここが正念場だ。行くぞ。私の出番ね。どうした？覚悟！
よし、やったな。何か持ってるか。足を縛って血を止めねえと。うん、待ってて。何かあったと思う。こいつからゆっくり話を聞き出す時間が必要だ。それに誰にも襲われない場所も。それにはどっかで車を手に入れねえと。でもとりあえずこの場離れましょう。おい一番、ウォンを移動させる。おめえも肩貸せ。一番、一旦ここで運を座らせよう。おい、大丈夫か、ウォンと。気が遠くなってきたよ。お前らが来てから何もかもがおかしくなった。そうか、そりゃ災難だったね。車探してくる。こいつをこれ以上歩かすのは無理だ。そうだな、一派のセーフハウスまで行けば治療できるはずだ。助かります。できるだけ早く戻る。あ、頼んだ。あいつもオーナーの手下だとは考えないのか。あんたが誰も信用できなくなってるな、わかるけど、トミーは大丈夫だ。まあいい、あいつが裏切らなくても私が死にかけてることに変わりはない。まだ大丈夫そうに見えるぜ。しっかりしろ。あんたには聞きたい話が山ほどある。何だったかな。あんたが茜さんを探してたな。オーナーから頼まれたからだったな。オーナーの宝物ってのを茜さんが持って逃げている。ああ。何者なんだ、そのオーナーってやつ。オーナーは、私が考えていた以上に、この島を根深く譲っていた。私の組織にスパイを送り込み、警察にも、それにバラクーダにも内通者がいる。スパイたちのオーナーへの忠誠心は本物だ。お前らも見たろ、カジノから飛び降りた奴は私の裏切りをオーナーに知らせるために、それだけのために死んでみせた。オーナーの正体はな、ブライスだ。え、ブライスって。ハワイの教団、パレカナの教祖だ。彼がばあさんを探せと。教祖って、嘘だろ。じゃあ、あの人は。なんでだ。だってパレカナは、アカネさんが信じてた教団じゃねえのかよ。それが、なんでアカネさんを捕まえようとすんだ。